こんにちは、ゆるふまです。昨日ゆるともの動画見てた方、おめでとうございます。いや、私もね、朝起きてすっごくびっくりしたんですけど、なんとね、ソラナとセイめっちゃ上がってます。はい、いつもね、ゆるとも本当にありがとうございます。こうした感じで、もう私自身も昨日の動画でお話しさせていただいたんですけど、ソラナのイベントに行ってきたんですね。でもそこで、ソラナのイベントも、このね、ソラナのイベントも、本当に急遽行くことになったんですよ。なので、なんかすべてが、なんかこう、運で繋がっていて、急遽行くことになって、しかも服の指定があったんですね。なんか黒っぽい服着てきてくださいみたいな指定もあって、お家にいたから着替えられて、黒っぽいのに着替えられて、で、予定がなかったからソラナのイベントに行けて、で、そこですごい、いろんな方々とね、貴重なお話をさせていただいて、で、それをゆるともにシェアさせていただいて、そうしたら、タイミングよくソラナがめっちゃ上がってるっていう、すべてがなんかこう、運で繋がっているなってすっごく思っています。そう、私がね、ゲットしてきた運はもう全力でね、ゆるふわを愛してくれるゆるともに、全力で、シェアしていきたいと思いますので、今後もよろしくお願いします。サムネとか見て、めっちゃつまんなそうって思っても、1.75 倍とかね、2倍速とかで聞き流していただけると、それしていただくだけで本当に細かい情報をゲットできるかなと思います。今回はアメリカの金融アナリストと言ったら、トーマス・リーさん。で、今トーマス・リーさんが株式市場とビットコインに対してどのようなことを言っているのかということをね、ちょっと詳しくお話ししたいんですけれども、ちょっと言っちゃうと、次の12ヶ月から18ヶ月の間に、なんとビットコインが、15万ドルに行くっていうことをお話ししています。なので、なんでこういったことを彼が見解で述べているのかっていう情報と、あと3月の13日、イーサアップデートあります。で、ちょっとこれに備えた戦略と、このアップグレードで何が起こるのかっていうことを今回ちょっと、中心にお話ししていきたいかなと思います。はい、それではね、このチャンネルが始まる前に、ゆるふわのチャンネル登録、グッドボタン、高評価ボタンをポチポチと押していただけると、とっても励みになりますし、またこのチャンネルの成長につながります。ぜひ皆さんご協力よろしくお願いいたします。ので、このチャンネルは、ゆるともみんなで作り上げているチャンネルなので、ぜひどんなね、些細なことでも構いません。なんか声聞きにくいよとか、映像悪いよとか、このネタ言ってとか、まあいろいろ皆さんね、思いがあると思うんですけれども、メッセージいただけるととても励みになりますし、このチャンネルのね、改善につながります。ぜひ皆さんよろしくお願いします。そう、それではね、すいません。まだ引き続き風邪が治ってなくて、なんか鼻声となんかちょっと声が聞きにくいかもしれないんですけれども、今日も全力でシェアさせていただきたいと思います。それでは、レッツゴー！バブルが来てます。なんと、水プラス 17%！ いや、私もね、ちょっと朝起きてめっちゃびっくりしてました。みたいな。なのでね、なんかこう、朝、YouTube のコメント欄のところで、ありがとうございますみたいな、コメントもいただいて、それ見て、逆に、相場見て、みたいな、あれみたいな、びっくりしていることもあります。で、これが一週間です。一週間、もう見ていただいてもね、わかると思うんですけど、犬系、ミームね。もうここですよね。ここがもう圧倒的に占めてると思います。芝だったり、ペペだったりとか。フロッキーだったりとか、あとボンクとかね。見ていただけると、あとドージとかか。いう感じで、今はもうミーム、犬。結構でもこう、今から乗るのは、私はちょっと乗らないですね。今からもう乗らないです。はい。で、この、アメリカの金融アナリストのトーマス・リーさんが一体何を今述べているのかということをお伝えさせていただきます。まあ、その彼の今の考えですね。はい。今回、彼は最近のテクノロジー分野について何かしらの輝きが失われたということを述べています。また、ナスダックが最近いくつかの新しい高値を記録したにもかかわらず、テクノロジー全体については少なくとも一部の企業の成績が落ちたことを指摘しています。
で、今回テクノロジーの利益が抑制されたこと、そして10月以降の利益が膨大であったことを指摘しています。で、これは、市場全体にとって健全なと考えていて、小型株、産業、他のセクターが先行し始めたことを指摘、そしてこれが市場の拡大のサインだということを述べています。で、彼はテクノロジーの評価がバブルではないと、まだね、考えていて、これから来るんじゃないということを、述べられています。そして2024年、今年、アメリカの大統領選挙がある年となっています。市場の利益が2023年と類似していることを、述べていて、彼は市場が今年は去年よりもはるかに強いということを感じていて、これには4ヶ月び、連続で利益が出ていること、これはとても珍しいことだということを述べています。そして小型株が 50% まで上昇する可能性があるということも述べています。はい、一つ目はインフレが再び現れ、FRB が行動を逆転し、再び非常に高派になる場合、そして二つ目は金融政策が非常に制約的になり、景気後退に陥る場合ということで、理由のね、この二つを述べられています。で、みんなが注目するビットコインね。はい。で、彼はビットコインの価格が今後の数年間で15万ドルを超える可能性があるということを述べています。このビットコインの価格の予測については、今私が先に述べたね、その株式市場との兼ね合いだったり、そういった背景から述べられているとともに、需要が増加しているということと、供給ダイナミックが改善していることを述べています。そう。なので、ビットコインとこの市場、株式市場とかそういう市場が相関していること、そしてビットコインがリスクオン資産であることを強調していて、ビットコインは不安定な通貨に対するヘッジであるということを、この、トーマス・リーさんは述べています。今ね、ちょっとね、難しかったですかね。なんですけれども、全体的なその株式市場とビットコインの相関性だったりとか、まあ、そっからビットコインへの流入だったりとか、すべてがこう、関わっているんですね。なので、今聞いて、うわ、なんだそれ、めっちゃ難しいなって思ったとしても、そんなね、頭を固くしないで、あ、まあ、なんかゆるふわこんなこと言ってたなぐらいで、ちょっと聞き流していただければいいかなと思います。みんなね、怖がらずに、こんな難しいのわかんないよって思いますよね。大丈夫です。皆さん大丈夫です。私だって、みたいな、難しいかもしれないって思うこともあるんですけど、でもこれ今ね、すごい重要な話なのでさせていただきました。はい、それではなんですけれども、3月の13日にイーサリアムの、アップグレードあります。電訓のアップグレードがあります。レイヤー2ブロックチェーンの手数料がほぼゼロになる可能性ということで、これによりレイヤー2ネットワークのユーザーの料金が引き下げられることがとてもね、期待されていて、イーサリアムが他のブロックチェーンの適切なデータベースとして機能できるように、そのアップグレードによってもっと機能が改善されます。で、今回なんですけれども、データベースとしてのイーサリアムの改善によって、このレイヤー2を利用しているユーザーにとっての取引の手数料がほぼゼロに可能性、ほぼゼロに、ね、なるよねということが明らかになっていて、これによって多くのユーザーの方がこれからもっと増えてくる可能性があるよねということが言われているのと、これはレイヤー2のユーザーの方に約束がされている手数料の削減になるので、イーサリアムブロックチェーン上で取引するユーザーの方には、まあ、影響がないんですね。そう。なので、今回のこのレイヤー、今回のアップグレードに関しては、このレイヤー2のところに、一番影響を受けます。なので、これからね、ならその、アップグレードがされた時に、まあそのね、大元となる親のイーサリアムっていうのに注目度が集まってるんですけど、いつもゆるふわが言っている
その親のね、その大元の裏で何が動いているのかというのを、今回もなんですけど、このビットゲットめっちゃ見やすかったので、活用させていただいちゃいます。ビットゲットの、市場、ちょっとそうだ、ちょっとね、そう、ビットコインの半減期とかもあるので、このちょっとデータ見ていっちゃいましょう。はい、ビットコイン半減期カウントダウン45日です。45日来ました。で、この下に、今のね、24時間の BTC の、流入、資金の流入だったりとか、あとはレバレッジの、ロングとショートの比率というデータがね、ここにすべてわかりやすく掲載されています。これすべて無料で見ることができるので、ぜひ皆さんね、毎日ちょっとポチッと押してね、無料の資料なので、有効活用していただければなと思います。そしてこのデータの上のね、市場というところをクリックしてください。で、ここの現物をクリックしてください。そうすると、イノベーション AI とかね、ここにいろいろあると思うんですけど、でんぷんじゃない。やばい。でんくんアップグレードね。でんぷんじゃない。すいません、私ですね、さつまいもが大好きで、そういえば、でんぷんあれなんですけど。そういったことは、さて、大きい。はい。ここに、でんぷん、君の、アップグレードに関わってくるトークンが記載されてます。めっちゃわかりやすくないですか？なので今からちょっとね、ちょっとした余剰資金で狙っていこうかなみたいな考えている方は、ぜひ13日、もうめちゃくちゃ直近なんですけど、13日、ここあたりのトークン結構動いてくる可能性があるので、しかもね、そのレイヤー2が、手数料がほぼゼロになる可能性ということで注目されているので、ぜひ、この土日とかにね、ちょっとポチポチポチっと見て、お、なるほどなと、オプティミズムだったりとか、セレスティア、アービトラムとか、まあ、ここあたりはね、結構、最近トレンドになってきていたりとか、安定している、仮想通貨かなと私は見受けているので、まあ、ここの結構上位、イーサー除いてトップ3くらい。ここあたりにちょっと分散してね、ちょっとみたいな。あとはもうトレードされている方は、ゆるふわの紹介とかだったら、クーポンゲットできていると思うので、そのクーポンをうまく活用して、まあ、でんくんに向けて、でんくんね、でんぷんじゃない、でんくんに向けて、まあ、ここあたりのトークンに、まあ、ちょっと、超低レバレッジとかでね、かけておくことをお勧めいたします。多分ね、すごい。もうイーサもほぼ4000ドルいきそうな雰囲気出ているので。まあね、この大元のイーサでも、全然ありだとは思うんですけどね。親のね、親。なんですけど、もっとね、コスパよく、パフォーマンスよくいきたいなって思う方は、まあこういったね、今ちょっとこれ戻りましょうね。ここの、このセレスティアとかも結構下がってきたんですよね。20ドルとか結構いってたんですけど、これ1日。そう、今ね、ちょっとセレスティアとか下がってきて、今ちょっとね、相場とともにピョンってね、こう、ちょっと戻りかけてるかなっていうところなので、まあ、このあたりでね、セレスティアとか狙っていくのは、まあ、個人的にはありなんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日も仮想通貨の最新情報をお届けさせていただきました。いかがだったでしょうか？もう私がね、ゲットしてきた運は、ゆるともに全力でこれからもシェアをさせていただきますので、ぜひみんなでうまくクリプトのバブルの波乗りね、していきましょう。それでは今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。